から分かってるので多分ですけど、おそらく12月のその末ギリギリまでゲームをヒー,ヒー言いながらやってるんじゃないかななんてやっぱ思ってますねえ、もう11月終わるのに20 30本ッククリアしないとそう,そうなんですよあと27本ねクリアしなきゃいけないゲームが残っておりましてうわ、なぜかっていうとあの12月の28日からちょっと動画の撮影の旅行みたいなやつがありまして S4 で行く S4 で行く旅行みたいなやつがあってそれが12月の31日まで 続くのが確定しているので、まあ、かっきり言うと、デッドラインはもう12月の27なんですよ。なんでね、やっぱり、それがあるので、もう、ほんと、ツつきのカツカツですよね。キツキツのカツカツですよね。<laughs> マジで1日1本クリアしなきゃじゃん。その、マジで1日1本クリアしなきゃになっちゃったんですよ。本当に。びっくりしちゃって、本当に。 いろいろ予定をこう計算していって今日のカレンダーとかいろいろ考えてカレンダーこうこうこうでみたいな風に考えていってまあもちろん動画の撮影とかもあるわけじゃないですか来月も当たり前に関わらずね当たり前に動画の撮影とかもあったりとかすることを考えるとやっぱり普通に考えてね一日一本でも無理 <laughs> また合宿でごまかせんのかどっかでチャージしなきゃいけないだろうなじゃあもうどっかでやっぱりそのなんかがっつり 5本6本はクリアしなきゃいけないみたいな、ゲーム合宿とかやもうやってる場合じゃないわけで、ゲーム合宿とかって言って準備に結構時間かかって手間かかるあんなことやってるわけじゃない。家の、家で普通にがっつり腰を据えて5本6本はクリアする日なんていうのが、1回2回ないと間に合わない。あの、ゲーム合宿って、あのー、イベントの、イベントの割合が強くて、なんかよく考えると、6日間配信をやって12本クリアって、あんまりだなっていう。 そう、段ボール開けて、ワッハッハってしてる場合じゃないんですよね。よく考えると。<laughs> バレましたかあれ <laughs> 気づいちゃったんですよね、あれ。あれってなんかゲームをクリアすることが目的じゃなくて、ご飯が食べられる食べられないの苦しい感じで、みんなでワッハッハする回だったんですよ、あれ。実は。で、その低欲をこじきする機会とかって言って、みんなから贈り物もらって、お前ほんま大儲けやなって言われるんですけど、なんかあれ、あの、皆さんはあんま気づいてないと思いますけど、あのウィークリーマンション借りるのに6万円かかってるんですよ。 バカみてぇじゃないですか <laughs> バカみてぇじゃないあれ。あれか、そこ借りるのに6万円かかった。<laughs> 驚きですよね。大損、そう、あの、大損も大損なんですよ。本年飯食えず12本。<laughs> えぇ、ー、大赤字なんですよね、あれ。 それ、1そう、一ヶ月、なんかの、なん、なんなら僕、ここの今住んでる家の家賃、一ヶ月5万円ぐらいなので、それより高い金額を払って、一週間ほど飯を食わずにゲームをさ、ゲームをしてたっていう。だからやりたくなかったのか、お前。まあ、それはもちろん金のこともありますし、金のこともありますし、後片付けが大変っていうのもありますし。 もらった分でトントンの人も自分で欲しいものを買える方がいいし。しかもあの、またこれもお金の話になってまた恐縮なんですけど、皆さんから送ってもらったものを段ボールに詰めて自宅まで送ると、送料で5000円かかるわけですよ。で、あの、その、ま、ウィークリーバグなんですよね。金持ちの変わった道楽。 なので、ちょっとゲーム合宿はもう本当に、まあまあまあ形を変えてね、なんか来年もまたできる、そういうこと、面白いことができればなとは思ってはいるんですけど、今回のようなこのゲーム合宿という形式はそろそろ限界が、じゃないかなっていう。金 <laughs> 金金、なんでも金かお前は、金なんですよ。竹が習ってごとっちの上手いもん食って、ふるさと納税やん <laughs>。その来年はやっぱ税金もドカッとくるわけですからね。 そう、今回でやっぱルールの脆弱性も分かったわけですし、やっぱり何からかのね、手こ入れは必要だとは思ってはいるんですけども、12月はなんでね、ゲーム合宿じゃなくて、まあ、ゲームをクリアする日なんかを作って、がっつりこうゲームをクリアすることによって、朝から晩までちょっとゲームやってみたりとかしてね、それでゲームをクリアすることによって、やっぱクリア本数稼いでいこうじゃないかと、バンバンクリア本数を稼いでいこうじゃないかなって思ったわけですよね、本当に。うん。そう、ゲームの日ですよね。 そう意味わからんスマホゲームに手を出すときもあれば意味のわからん30分ぐらいで終わる脱出ゲームに手を出すといよいよ最終,いよいよ最終段階にかりましたね本当にあとは年末年始にかけるかだよなでも年末年始は先ほど言った通りもうすでに予定が埋まってしまっているので12月31日の夜ぐらいしかやっぱり予定にゆとりはないので <laughs> 島なんか今までありがとう <laughs> このまま行くとあのー、120本達成が未達という形になって来年からそのミルダムに行かざるをえなくなってしまうってう約束でやってますんでそうなんですよなんであのー、ちょっとねどうなるか分かりませんけどもなんとかねフルスロットルで駆け抜けていかなきゃいけないなとは思いますおポねえャマ。

横腹を軽くトん